休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。通告順14、安藤和彦議員の1、コンビニの活用による行政サービスの向上について、2、循環型社会、廃棄物行政についての質問を同時に許します。6番、安藤和彦議員。皆さんこんにちは。早速ですけれども始めたいと思います。今回の通告書は前段を省略しまして簡潔な形で提出させていただきました。答弁におきましても命令を簡潔にお願いできればと願います。では始めたいと思います。まず大きな1番目としまして、コンビニの活用による行政サービスの向上について質問をしたいと思います。1番目、コンビニとの連携など現在の取り組み状況をお伺いします。2番目に、コンビニに AED 自動対外式除細動器の設置を推進できないでしょうか、お伺いいたします。3番目に、コンビニで徴税の納付ができるようにならないでしょうか。4番目に、コンビニで住民票の写しや各種税証明書が入手できるようにならないでしょうか。大きな2番目としまして、循環型社会、廃棄物行政について、いわゆるゴミの行政についてお伺いいたします。1番目、拠点回収される資源化物量の推移はどのように変化していますか。2番目に、資源化物の常設拠点回収場所の利用状況はどのようになっているでしょうか。3番目に、常設拠点回収場所の追加設置は計画していますか。4番目に、粗大ごみの現状について問題点は何でしょうか。5番目に、再統合に建設されている熱回収施設、いわゆるごみ焼却施設稼働に伴い、分別方法はどのように変わるのでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。町長。それでは、安藤議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。まずコンビニとの連帯等現在の取り組み状況を伺うというところでございますけれども、それ局においては平成23年3月より水道料金、下水道使用料のコンビニ収納を実際を実施をしております。全国のコンビニで24時間年中無休で納付ができ、よく営業日には入金の確認ができることから、住民の利便性の向上と滞納者にかかる効率的な徴収事務において効果を上げておるものと思っております。2点目の質問でございますけれども、地方自治体からの手配によりコンビニエンスストアに AED を設置する事例は県内にはまだないようであります。他県においては実例がありますコンビニ事業者との協議の上ですね、主に24時間営業の店舗に自治体の負担により AED を設置する事例があるようでございます。 AED が必要な傷病者が発生した場合、その場に居合わせた方が救命措置を取っていただけるようにという有効な取り組みであると考えられますので、今後コンビニとの連携策の一つとして検討をしてまいりたいと考えております。3点目のコンビニでの徴税の納付ですけれども、平成27年度より稼働の新基幹システムにおいてコンビニ収納にも対応しておりますので、できるだけ早く開始できるようにですね、準備を進めてまいりたいと考えております。4点目のご質問でございますが、コンビニ交付は現在国においても推進している施策の一つとなっております。
全国では、今年の1月現在で81の市長、九州沖縄では7つの市長が実施しておりますが、長崎県内ではまだ実施されていない状況です。コンビニ交付のサービス内容につきましては、各市長によって内容に若干の違いがありますけれども、住民票、印鑑証明書、各種税証明書などを中心に行われているようでございます。この方法は住民の利便性の向上、また幅広い生活圏での利用が可能となり、より生活に密着した行政サービスとなるものと捉えております。特に長井町におきましては、長崎市等の町外に勤務地を持つ人が多いことですから、勤務地の近くのコンビニで行政サービスが受けられるということになり、有用なものになるんじゃないかというふうに考えております。ご案内のように、国においては社会保障税番号制度、いわゆるマイナンバー制度が平成28年1月に始動するという計画で進められておりまして、この機を境に全国的なコンビニ交付サービスが増加していくことが予想されますので、長井町におきましても、マイナンバー制度の開始によるコンビニ交付実施の動向等を注視しながら、実施に向け調査研究を進めていきたいというふうに考えております。大きな2番目でございます。1点目の拠点回収される資源化物量の推移につきましてです。過去5年を遡りますと、平成20年度が657トン、平成21年度が724トン、平成22年度が629トン、平成23年度が605トン、平成24年度592トンで、民間業者によります資源化物の回収等々もあり、平成21年度を除き年々減少してきたところでございますけれども、今年度596トン程度を予想しているところでございます。2点目の資源化物の常設拠点回収場所の利用状況につきましては、平成23年9月より水道局1階 EM 倉庫、フレアセンター北部多目的研修集会施設の3カ所でスタートをしたわけでございますけれども、昨年12月には、さらに南交流センターにも設置をし、利用状況も順調に推移をしているところでございます。平成24年度と25年度の1月末現在で比較をいたしますと、利用者数が平成24年度で、351名、平成25年度が848名、 2.4 倍の増でございます。資源化物回収量が平成24年度ではですね、4495キログラム、25年度が12,062キログラムで、2.7 倍の増ということでございます。3点目の常設拠点回収場所の追加設置につきましては、地球温暖化対策をはじめといたします環境問題、また地域コミュニティの活性化につながりますこの資源化物の拠点回収を継続をしていく中で、学校や仕事等の都合により決められた日、決められた時間に資源化物を出すことが難しい方のために、常設の回転拠点の回収拠点の設置を行ってきたところでございます。今後も保健観光連合会との協議連携を図りながら、適宜増設を行い、さらなる負担軽減を図ってまいりたいと考えています。4点目、粗大ごみの問題点でございますけれども、粗大ごみに分類されなかった通常のごみや資源化物が分別されないまま出されたり、家電4品目やタイヤ、スレート、外装板などの建設廃材が出される状況もたびたび見られております。各自治会の皆様には多大なご助力をいただきながら、この粗大ごみの回収は行われておりますが、いまだにこのような状況が散見されているところでございます。ましていたしましては、今後もゴミステーションを含めたところでのゴミ出しマナーの啓発を根気よく、行ってまいりたいというふうに考えております。また年2回の回収では足りない、有料でもいいので取りに来てほしい等のご要望をいただくこともあり、現在環境施設組合を含めました厚生庁会議においても議題としまして研究を進めているところでございます。5点目のゴミ焼却施設稼働に伴う分別方法の変更につきましては、環境施設組合と長井を都議会両庁による定期的に協議を重ねてまいったところでございます。その結果、熱回収施設の稼働に合わせて分別収集品目の統一
を行うことを確認をいたしまし、準備を進めているところでございます。現在、両庁の分別収集において異なる部分といたしましては、容器包装以外のプラスチックがございます。長崎市への可燃のごみ処理委託協議の中で、プラスチック類は焼却対象物ではないとのことから、長与町ではその他のプラスチックとして別に収集日を設けての分別収集を行い、渡月町では不燃ごみとして分別収集を行っています。加えて革やゴム製品等の可燃性ごみがございますが、これら両庁ともに不燃ごみとして分別収集を行っているところですけれども、これらの分別収集方法を統一し、可燃ごみとして分別収集を行うよう現在進めております。それを受けて、本庁ではその他プラスチックの収集日を利用する活用することで、ペットボトルおよび不燃ごみの収集日数を月1回から月2回に増やす方向で検討をいたしておりますので、決定次第ですね、広報等、等で周知を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。安藤議員。はい、それでは、再質問に移らせていただきます。コンビニの活用による行政サービスの向上にということで、まず1番目のコンビニとの連携と、水道、上下水道の、コンビニのオフの件が挙げられておりました。これは、ちょっと3番と、小さな3番とですね、関わることですので、後でちょっとお伺いしたいと思います。で、2番目に行きたいと思いますが、コンビニに AED の設置を検討できないかということですね。当然、町長答弁にもありましたけれども、費用は行政負担でということで、私は申し上げておりました。そのようにお汲み取りいただいて、助かります。じゃあ、まずちょっと確認をしていきたいんですけれども、現在ですね、町が管理している AED の数ですね、これをお示しいただけますでしょうか。総務課長。私の方からお答えさせていただきます。総務課において、各課、所管課に紹介をし、それぞれの施設で AED を設置している箇所について調査をいたしております。これは県に報告する形のデータになりますけれども、まず例えば役場庁舎とか小中学校、これらは全て、これらは庁が設置して管理をしている施設ということで、捉えていただきたいんですけど、そういう箇所が、22箇所ございます。それからそれとは別に、私立の認可保育所や私立の幼稚園に対して町の補助金で設置をお願いした箇所が13箇所ございます。合わせて35箇所が町が直接または間接的に関与しているケースだというふうにご理解いただきたいと思います。安藤議員。はい、35箇所ということですので、ではそれではそのうち24時間利用できる AED は何箇所でしょうか。総務課長。安藤議員さんのご質問の趣旨が24時間コンビニについて の趣旨でのご質問だと思いますが、残念ながら庁舎以外の施設が、閉庁する時間帯がございますので、役場の庁舎ですと24時間、何らかの形で警備員の対応とかもできますので、庁舎だけというふうに考えていただいて結構です。安藤議員。私もですね、この一般質問を通告するにあたりまして、すべてではありませんけれども、調査させていただきました。確かに、役場の庁舎が、24時間利用が可能かなと思いますが、もう一箇所実は私見つけたんですよね。教育委員会が所管の部分だと思うんですけれども、ご存知でしょうか。教育長。はい、
南小の会長さんの学校ではないでしょうか。安藤議員。はい、たまたま偶然なんですけれども、私は、全ての学校がああいう形かなと想定をしておりました。いつも、私、自分の、近隣校でありますし、よく、通う場所ですので、あれが、基本なのかなと思ってたら、実はそうではないようなんですよね。昨日も、中学校、小学校、昨日は見たんですかね、見せて、いただいたんですよね。じゃあ民間も含めて、今度24時間を使える AED というのは把握されてますでしょうか。民間というと、当然先ほどの私立13箇所は除かれると思うんですけれども、心当たりはどうでしょうか。役場の職員の方として、ご存知でしょうか。総務課長。はい、今すぐ思いつく施設はございません。安藤議員。はい、AED の認識というのはこういうものじゃないかなと。これはもう一般の方も一緒だと思うんですよね。で、もう一つすみません、試すようでいろいろ申し訳ないんですけれども、これは AED のがどれだけ周知されているかということをちょっと、検証してみたいと思うんですけれども、役場の AED がですね、どこにあるかというのを、実は職員の方に私尋ねてみました。ここの前にお座りの方もにもご協力をいただいた方が数名いらっしゃると思います。で、その中の回答で3パターンに分かりました。的確に、答えられた方、設置場所は当然1階の、受付の横に赤い箱が置いてあると思います。で、もう一つの、もう一つ、すみません、次の答えが、多分1階のどっかにあると思いますという答えですね。で、3つ目は、残念ながら分からないという回答です。で、傾向としましては、年配の方ほど政党がに近かった答えを得られました。で、ここで議論したいのはですね、庁舎内の、こういった皆さんが知らないという問題じゃないんですよね。これはですね、住民の方も同じような状況に置かれていると思うんですよ。で、AED は頻繁に使うものではありません。ましてや、一生に一回使うものでもないんですよね。で、できれば使わずに、あるいはお世話にならない方が、嬉しいものではないかと思いますけれども、平成16年7月にですね、厚生労働省は一般人による AED 使用を解禁しまして、各自治体も、そして民間も積極的な設置を行ってきています。しかし、どこにあるのかわからないとか、あるいは、休日や夜間使える AED が、ないですね。当然だと思うんですよね。この情報発信がどこからもできないし、実際長与町にはそんなに使える AED がないんですよ、夜間も。で、先ほど教育長の方から南小学校の例が出ましたけれども、確かに南小学校には、外部から、やる校舎内ではなくて校舎の外に設置してありますので、使おうと思ったら使えるんですけれども、実際、すごく分かりにくい場所にありますし、いくら近くの方でもあそこに AED を探しに行こうとは多分思わないんですよね。真っ暗です、暗いですし、まして夜のあそこというのはすごく分かりにくい場所にあります。で、AED というのは、そんなに頻繁に使うものではないということもありますが、この装置が近くにあったから助かった、あるいはこの装置が近くにあれば助かったんじゃないかという命がたくさんあることも事実です。お金には変えられないことなんですよね。で、先ほどの町長の答弁ではすごく前向きな、答弁をいただいたと思うんですけれども、もう一回今この状況を聞いて、町長、答弁をいただけますでしょうか。町長。今コンビニエンスストアというのは、24時間対応ということで、いろんな方々が出入りをされておられるということで、このあたりは町としても連携を組んでですね、そういったものが対応できればいいなというふうに思っていますし、
検討もですねしてまいりたいというふうに思っております。安藤議員。ありがとうございます。私もコンビニの、方にちょっとお話を聞いてみました。で、費用負担が、自分たちが持つとなると確かにちょっと導入には一歩、踏み込みにくいというお話がございましたが、行政側が負担してくれるならば、それは本部っていうのがあるらしいんですけども、本部を通してもらって、そういった話を町と進めてもらえれば積極的な導入は協力は可能ではないかというお話もいただいております。また導入に際してですね、他市町村で問題になるというか問題になっているのが、そのコンビニの店員さんに対する AED の、そのいわゆるこう研修ですね、そういったのが事例が挙げられているんですが、実はもう導入されている県はたくさん、市町村はたくさんあります。その中では、あくまでも、保管管理と、受け渡しだけですね、それをお願いしているという現状がありますので、そんなに、難しいハードルではないと思います。あとは、確かに、ちょっと私の方から言うのはなんですけれども、お金の問題、あと町のやっぱり気持ちの問題じゃないかなと思っておりますので、この点は、このぐらいにしておきたいと思います。よろしくお願いします。で、それでは続いて、コンビニで町税の納付ができないかという点ですけれども、これも、平成27年度実施と捉えていいんでしょうかね。そのシステムが27年にこう制度に関することをおっしゃったのか、ちょっともう一度そこを明確にお答えいただきたいんですけれども。就農推進課長。一応、26年度からですね、新システムの、導入に向けてですね、準備を進めてまいります。その中で、答弁に今ありますように、コンビニ収納のシステムが網羅されておりますので、その中で、できるだけ、早い時期というか、システムの内容とか、あと都立と共同でやる部分もだいぶ納付書とかですね、その辺の様式的な件もございますんでですね、協議しながらできるだけ早く導入していきたいと考えております。安藤議員。はい、できれば27年度当初から始めるのが一番ベストですよね。納付、特に、町税、軽自動車税、等が最初の段階に来ますので、27年度の途中から始まってもちょっと意味のないことではないかと思う。もう20、それでは28年度からになると思うんですよね。で、もうこれも今、明確な期日がある程度出てきましたのであれですけども、現在の状況を見ると自動車税については県税ですね、これについてはもうコンビニ納付が可能になっている。で、軽自動車税は現在のところはなっていないと。利用者の方も納税者の方ですね、を多くの方という言い方ですけれども、よくいらっしゃるのが、普通車と軽自動車を1台ずつ、家庭で抱えている方は、今まで納付には結構大変な思い、苦労、大変な思いというのはあれですけどね、不便だったと思います。改善されることを願います。では、その次にですね、コンビニでの、住民票の写しとか各種税証明書が入手できるようにならないかという問題ですが、これにつきましても、いわゆるマイナンバー制度の導入に合わせて、始められたらというお話があっています。では、これにちょっと関連しまして、現在ですね、ふれあいカードというのを発行して、自動交付機をでの住民票を発行を行っていると思いますけれども、その、ふれあいカードの発行枚数、それと、発行枚数と、発行枚数をちょっとお伺いできますでしょうか。住民課長。はい、ふれあいカードの発行枚数約24000ほどです。
安藤議員。それともう一つすみません、住基カードの発行枚数も教えていただけますでしょうか。住民課長。はい、1100枚ほどです。安藤議員。まあ、これは当然住基カードを、すみません、コンビニでのその住民票の写しを取ろうとすると、国の、外郭団体のネットワークに接続しないといけないと思うんですね。その際は当然住基カードが基本になるのでしょうか。住民課長。はい、現在、実施をしています団体さんにおいては住基カードがメインになっておりまして、先ほど答弁の中で申しました28年1月からという分では、いわゆるマイナンバーカードというのが国から新しく切り替わります。でその分を使っての、対応となります。将来はですね、はい、安藤議員。はい、ちなみに、大体予算的、導入に関する試算は行ってますでしょうか。どのくらいかかるか、よろしくお願いします。住民課長。はい、具体的な長与町における試算というのは行っていませんけれども、現在行われて実施をしている団体の平均値といいますか、で申し上げれば、初期の導入費用が約2870万、それから、コンビニエンスストアに対して支払う一件に、住民票1件についての金額が120円、それからラスデックといいまして、先ほど申されました団体ですね、地方自治センターといいますけども、そこに対して、町の場合はですね、年間100万円の維持費がかかります。以上です。安藤議員。かなりの費用がかかるというのは分かってたんですけれども、まあ、長井本町でもですね、これだけかかるというのはちょっと、驚きました。まあ、多分どこの自治体でも進めたいけども、この費用負担がネックになってなかなか進まないのではないかと思っております。まあ、マイナンバー制度は国によって、まあ、できるということで、きっと国のですね、これからの、まあ、補助とかなんか、まあそんなのも期待したいと思います。でこれにつきましてはですね、まあ、マイナンバー制度の、まあ、施行に合わせてまた、私の方から、お聞きしていきたいと思っております。それでは2番目の、大きな2番目の、循環型社会廃棄物行政についてお伺いしたいと思います。まず、先ほど数字がお示しいただき、数字をお示しいただきましたが、ちょっと数字についての確認ですけれども、括弧1で答弁をいただいた平成20年度からの数字ですよね。これは括弧2の部分の数字も含んだものと捉えていいでしょうか。お分かりになりますでしょうか。いわゆる資源化物の量っていうのは、自治会で回収される分だけじゃなく、その、いわゆる常設回収場所の量も含んだものと捉えてよろしいんでしょうか。生活福祉部理事。お答えいたします。おっしゃられる通りでございます。安藤議員。はい、というと、平成24年度は自治会から回収された分はこれから 4トンぐらい引いていいわけですね。4.4トン、まあ、4.5トンですかね。それと、平成25年度については、12トンですかね、を引いた形になると、平成に、まあ、自治会で回収された分と捉えると、平成24年度は588トンぐらい、それと、25年度については584トンですかね、となると思います。ということは、この数字を見てみると、まあ、資源化物の回収量は微減傾向と
捉えることができ、あ、すみません、自治会での資源回収の、量というのは微減傾向かなと捉えることができますし、まあ、今年度につきましては微増であると捉えることができると思います。あ、すみません、違いますね。全体像ですね。全体の資源化物の回収量は微減傾向で、今年度は微増である。そして自治会拠点だけ見ると減少傾向が続いていると。ちょっと、ごちゃごちゃしましたけれども。で、まあ、答弁の中にもありましたが、民間業者による回収の影響というのは、私もすごく感じるところであります。まあ、大きなトラックで、回収業者が、新聞とか雑誌だけでなくて、缶、空き缶ですね、や、まあ、古布っていうんでしょうか、ウエスに使うような布も回収をしておって、まあ、それを玄関先に置いておくと、トイレットペーパーを残しておいてくれるという、まあ、すごくこう昔のいわゆるちり紙交換っていう感覚なんでしょうか。でありますね。でまた最近では、まあ、最近というか、まあ、結構僕前からですけれども、新聞の販売店の回収というのもですね、行われているようです。で、まあ、各自治会ではですね、やはり循環型社会の形成に多分こう理解を示していただいて、努力をされて、まあお店に、お店というか、その資源化物を持ってきてくださった方に、自治会の拠点回収では、ゴミ袋を配ったり、あと、まあ、同僚議員の自治会では、箱ティッシュですか、を配布したりっていうのを、まあ、そこまでは知ってるんですけれども、ほかにこう自治会で何かこう、それを積極的に取り組まれ、そういったことを積極的に取り組まれている事例っていうのは、何かないでしょうか。また、町としてこう、何らかの手立てっていうのはできないでしょうか。ちょっとお伺いします。生活福祉部理事、対応策といたしましては、今議員さんがおっしゃられるようなティッシュでありますとか、ゴミ袋でありますとか、そういうことをしていただいて、大変ご協力をいただいているところでございます。で、町としまして、そのほかの対応ということになりますと、いつもご説明を申し上げておりますけれども、負担軽減策の一つとしまして、自治会独自の取り組みといたしまして、車を自治会で自治会員の皆さんが出していただく、その車に対します、もうわずかなものでございますけれども、ガソリン代として1台当たり1000円、で月に1自治会当たり3000円までということでですね、今、助成をさせていただいているところでもございます。それと、もう一つは今考えている分につきましてはですね、昨年度から今年度から取り組んでおります牛乳パックを利用いたしましたトイレットペーパーですね、その分につきましては今年度予算増額のお願いをいたしておりまして、多めに作成をする予定にいたしております。でそれも利用した形でですね、まあ、ちり紙交換みたいなことでは考えておりませんけれども、何らかの形でですね、自治会の皆様方にご利用いただいて、そのふわっちと申しますけれども、そのトイレットペーパーでもって、自治会の皆様に啓発をしていただきたいというふうに考えております。以上です。安藤議員。はい。トイレットペーパーを各自治会には啓発用に配布していただけるということで、すごくこう前向きないい、取り組みではないかなと思っております。そうですね、もういい答えがいただけましたので、次に、進みたいと思います。では、大きな、あ、すみません、3番目のですね、常設拠点場所の追加設置についてお伺いしますけれども、ここで私から町長にちょっと、あ、これ町長にちょっと答弁をいただきたいんですが、すみません、ちょっと増設場所としてですね、唐突なんですけれども、
庁舎玄関横に回収場所を設置してはいかがでしょうか。今ちょうどあの国体の看板があるあの裏あたりですね、あそこにですね設置をしてはいかがなと思ってるんですけれども、まあ、唐突な質問ですけれどもよろしくお願いします。庁長、ちょっと私全然考えてなくて、いきなりそういった質問でございますけれども、まあ、あの今出てますようにあの啓発という面ではですね、あの確かに効果的ではないかなとは思いますけれども、まあ、玄関先ということでですね、いろいろ事情もありますでしょうから検討させていただきたいと思っています。安藤議員。はい、まあ、限られたこの場でですね、少しちょっと町長説得してみたいと思うんですけれども、まあ、現在の常設拠点というのは、ふれあいセンターとか交流センターなどですね、まあ、施設を利用される方が主にこう使われているケースがあるようです。まあ、北部多目ではですね、あの住宅がもう横にあるということで、その近くの方が、歩いて持ってこれるということで使われているケースも多いようです。まあ、もっと言えば、特に南交流センターとかですね、まだ多分皆さんが場所を知らないこともあるのかもしれないし、あそこはすごくこう交通の便が少し悪い、交通の便が悪いというか近隣近くには歩いていけるぐらいにはちょっとこう住宅が少ないんですよね。ということで、まあ、わざわざその常設拠点に捨てに行く方というのは少数派ではないかなと思っております。で、常設拠点に行かずともですね、役場に用事があるついでに玄関を入る前に捨てることができると、まあ、現在 EM 走行のところ水道局の裏ですねにもあるんですけれども、まあ、そちらに捨てるには環境対策課の窓口を一回通さなければいけないという、ことがあるようです。で、今玄関の前にというお話があったんですけれども、まあ、町内にもありますけどスーパーを想像していただきたいんですよね。スーパーの資源回収ボックスというのは、スーパーの必ず玄関にございます。で、利用状況を見てみると、買い物ついでに少量でも、持ってきて気軽に捨てられると、これってすごく大切なことだと思うんですよね。あれはわざわざ店員さんに一声かけてスーパーの裏口に裏に、捨てに行くとなるときっとみんな面倒があって捨てに行かないんではないでしょうか。そして、先ほど町長の、答弁の中にも出てきて大変嬉しかったんですけれども、一番の利点というのは本庁が分別回収に真剣に取り組む姿勢をアピールすることだと思うんです。庁舎の玄関というのは他の市町村からのお客さんや、他県からの来客が必ず通る場所です。また、これからの時期多くなると思うんですけれども、他市町村からの転入されてきた方に対してもきっと目につく場所だと思うんですよね。で、ロビーで、現在ではロビーで、ゴミ処理に関するビデオを見てですね、でゴミカレンダーですかをいただいて、まあ、本庁の取り組みを窓口で丁寧に説明されていると思うんですけれども、ぜひあそこをあの玄関の横を見てくださいといえば、今すごくこうなんですかね、各拠点ではきれいにしてゴミを出されますよね。瓶も缶も、本当にこう瓶なんでそのまままた使えるんじゃないかというぐらいきれいにして出される方が多いようです。そういった姿を見ていただくことによって、長井町に住んでいただく方に本庁の取り組みを体験していただく、理解していただくいい教材になるのではないかなと思っております。それでは、まあ、この件についてはですねちょっと検討いただくということで、まだ唐突な質問に答えていただいてありがたいと思うんですけれども、担当課の方にお聞きしますけれども、この取り組みにあたって問題点というのはどういったことがありますでしょうか。今分かれば分かる範囲でお答えいただけますか。生活福祉部理事。所管としてはもう大変ありがたいご質問かなとも考えております。まあ、拠点回収の啓発の面につきましてはおっしゃられますように非常に効果的なものがあるんだろうと考えます。まあ、町長検討しますと申されてますんでいろいろ申し上げるのはあれなんですけれども、まあ、一
ってそういう啓発の面もございますけれども、一つは役場の顔っていう部分もあるのかなっていうことはちょっと考えます。で、役場トータルとしてふさわしい場所がもう少しないかなというのも検討したい、してみたいとも思いますけれども、今水道局の1階の EM 倉庫ですね、あそこの利用率もまあ、意外と利用が合ってます。そして環境対策課を経由しなければっていうお話なんですけれども、うちの職員はものすごく腰が軽くてですね、窓口に来られたらもうすぐゴミを持ってそこまで走って行っておいてきてくれてます。そういうことで何べも見えられてるお客さんも多分あるんだろうと思ってます。そういう意味においてはですね、もう少し検討させていただきたいと思っております。安藤議員。はい、ですね、重々承知の上で質問させていただきました。ただ先ほども申し上げているんですけど、やはりこうもっとたくさんの方に利用していただくためにはということですね。それと啓発の面ですよね。その点を考えるとどうかなと。あと玄関というお話、玄関だから、確かに玄関だからというお話もあると思うんですけども、やっぱりスーパーの玄関にもあるんですよね。もう、店名は出しませんけれども、私の住む近くには本当に入り口のところはゴミの、そのゴミというか資源化物を入れるメッシュの箱っていうんですかね、あれがたくさん並んでます。それをでもたくさんの人が捨てに来て、お客さんもたくさんいらっしゃいますので、まあ、いろいろな事情もあると思いますが、ご検討いただければと思います。最後になりますけれども、粗大ごみの現状についての問題点についてお伺いします。まあ、通常ごみ、資源ごみが混入されるという、お話でした。また家電4品目ですね、あとはタイヤとか建築資材が、まあ、粗大ごみに出されていると、まあ、これはいわゆる産業廃棄物扱いなんですかね、ちょっと詳しいことは分からないですけども、当然答弁の中でも触れられておりましたけれども、有料化個別回収ですかね、まあ、平成17年の5月に環境省が廃棄物の現状その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的推進を図るための基本的な方針というこの長い方針を示しておりまして、この中で大事なのは市町村は一般廃棄物処理の有料化を推進すべきと謳われております。これは当然市町村の裁量までを縛るものではありませんけれども、まあ本庁でもステーション回収品はゴミ袋に入れるという形で処理料をいただいております。あと拠点回収品の拠点回収されるものは廃棄物というよりも、まあ、逆に有価物という形、資源という形で、スタンスで捉えられているのではないかと理解しております。問題はですね、先ほどから、申し上げる粗大ごみなんですよね。これが未だ無料で回収されるというのは私は時代に即してないのではないかと思っております。まあ、例を挙げてみますと、まず一つ目が通常ごみ、資源ごみが混入される、先ほどあった、本来は袋に入れて処理料を払っていただいて捨てるべきものが粗大ごみの集積場というんですかね、あそこにポンと出されることによって、町民が本来払うべきでない人は負担をしていると。それと、ありましたけども家電4品目と、まあ、タイヤとか建築資材等は当然産業廃棄物だと思うので、これは排出者が負担すべきものですね。これについても、あとは、これは実際私がもう目撃したことなので申し上げていいと思うんですけども、町外からの持ち込みもあってるようです。まあ、私も実際にその持ち込んだ人とお話をさせていただきましたので、これはもう事実としてあっております。まあ、件数は分かりませんけどね。それとあとは、まあ、これも、町は看板を立てて警告じゃないけどお知らせをしているんですけれども、有価物の最近の、まあ、金属が高くなったということで持ち出しですかねもあっているようです。まあ、多くの自治会がその、前の日の夕方とか昼ぐらいから翌朝回収
にまでこう夜を挟むもので、夜中に結構、捨てるとか、あるいは夜中に持っていくとかっていうケースが多くあってるんですよね。で、当然出した廃棄物というのは本人が費用負担をして処理をするというのが私は当然の原則だと思うんですが、今の状況を見てても出した人以外が多く負担をする部分というのもあるのではないかと思っております。で、ゴミ減量化の面からもですね、答弁の中であった有料化個別回収について一部組合の一部組合ですかねと、協議を行っているということですが、ここでちょっと一つお伺いしたいんですけれども、処理については一部組合が関わっていると思うんですけれども、回収とか運搬というのは町がこれは独自にされていることではないのでしょうか。ちょっとまずここの確認ですけど、お願いします。生活福祉部理事。回収運搬につきましては、今議員さんおっしゃられますように持ち込み先はクリーンセンターでございますけれども、現状長与町都議津町別々に回収をして搬入をしているということでございます。安藤議員。はい、そうですよね。私も一部組合の議員をしておりまして、そうだと思ってたんですけれども、でいわゆる処理費用を一部組合の方、処理を一部組合にお願いしているというか任せている、それで、オーブンの費用負担を、処理に関するオーブンの費用負担を長与町は負担していると思っております。 ですので、ここは合わせる必要は私ないと思うんですよね。当然両町が一緒にやれればいいんですけれども、先行して長与町がするという方法もあると思うんですよ。長与町は、有料にする、個別回収にする、これはそれぞれ都議は しないと長与もできないとか、一緒にしないとかっていう問題ではなくて、逆に言えば、同時にするのは同時にも構わないですけど、長与がもうこうしますよ、うちはこうしたいと、だから積極的に都議にも働きかけてですね、こう導入を早くするべきじゃないかと。いつまでもこの粗大ごみを無料にしとくというのもですね、近隣市町村でも無料のところっていうのはないんですよね。長崎でも西海でも諫早でも全て粗大ごみというのは有料で回収をされているんですよね。だからやっぱり長与町に持ち込まれるという部分もあるのではないかなと思うんです。ちょっとそこのところ答弁いただけますでしょうか。生活福祉部理事。長与町が先行してという話でございますけれども、実際のところはですね、先ほど町長の答弁にもございましたけれども、有料化でもいいから取りに来てほしいとかいう意見もございます。でそれと加えましてですね、一部事務組合の方でもですね、粗大ごみの有料個別回収についてという一般質問もあっているようにお聞きをしております。でそういう中で、その答弁といたしましてですね、その辺の費用対効果について、確認をしてみますっていう程度の答弁だったわけなんですけれども、今安藤議員さんがおっしゃいますように、できうれば同じ施設を利用するわけですから、長与都議津同一に始めれればいいなということで、厚生庁会議の中でもですね、協議を今いたしているところでございます。請求にっていうことにはいかないと思いますけれども、できれば長与都議津一緒に足並みを揃えたところで、進めればですね、いいのかなと考えております。以上です。安藤議員。はい、ですね、当然以上でゴミの処理行政はですね、行っているわけですね、足並みを揃えるのがいいと思います。一番ベストがそれです。でもというわけじゃないんですけども、長与の気持ちをですね、長与はやりたいと
伝えて、もう2兆しかないわけですから、逆に言えば合意は簡単だと思う、もっと早くできると思うんですよね。まあ、実はこれを有料にするという上で、経済の状況、あるいは消費税の増、いろんな使用量の増っていうのも、勘案される部分があるのではないかと思ってます。いろいろな社会的な背景があるにしろ、やはり自分が出したゴミは自分でやはりお金を出して処理を最終的にはしていただくという、やはりもうこれからの時代はそういう時代じゃないと、いつまでも町が何でも負担しますよでは、私はいけないのではないかなと思っております。さらに、それによってですね、ゴミを減らす努力を住民の方がしていただけるようになるのではないかなと思っております。これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて本日の日程は終了します。本日はこれで散会します。お疲れ様でした。なお16時5分より議会運営委員会を第一委員会室で行います。委員の皆様方はお集まりください。ありがとうございました。